入ってる感じですね、うん、JRCS 株式会社は船舶用の配電盤など電気系の機器を製造販売しています。発電事業部では農業、工業、医療の分野で振動を電気に変換できる有機発電フィルムを使った製品を開発しています。今回紹介するのはスマートサウンドプローブ電子超音棒です。工場設備の保守点検での異常を音で診断する製品になります。あらかじめ正常な音声を登録することによって診断モデルを作成し異常診断を行います。特徴は発電フィルムを使用し独自開発した接触式センサーを搭載することで工場など騒音環境下でも対象の音を正確に捉えることが可能です。そして音により機械の異常をいち早く発見することができるため異常が重症化し故障する前に計画的なメンテナンスを行うことができます。さらに異常の判定プロセスは極めて簡単。ベテランエンジニアが正常と判断する条件を学習させるデータを積み重ねることにより異常率を表示します。今後は人間の耳に頼る判断、熟練した技術者の経験則を標準化し保守点検作業の短縮化、費用削減にご検討いただければと思います。また完成品検査などで製品の動作音を確認している現場でもご使用できます。技術の標準化、人材育成、技術向上の一環としてご活用いただければ幸いです。